夜はどうしてんの？夜はご飯食べますよね。あ、でもちゃんとあれですよ、うん、トイレとか顔も洗ってます。当たり前だわ。誰もそんなこと聞いてないわ。歯磨きもします。そう。誰もそんなルーティンがないって聞いてないわ。それで、夜ご飯はその私のお家は結構、うん、そのなんかその土地の美味しいもの、うん、旬のものを食べたりしますね、うん、なんか結構聞くとみんななんかファミレスとか聞くんですけど、うん、できるだけファミレスとかには行かないでその土地の食材を食べたり、まあ食べちゃうよね。まあでも確かに男子プロはね、比較的食事に対してまあこうお金を使う人が多い、僕の感覚ね、かなりこうなんていうの、食事に気を使って、まあ、ファミレスがダメだっていうわけじゃないんだけれども、まあ、そうですよ。あの普通にあのなんていうのか、やっぱりね、地域の美味しいものを食べたり、お金をかけてなんかたくさん食べるっていう人が多いかな。でそれに対してやっぱり女子プロは比較的やっぱりなんていうのかな、経済的にこうしっかりしてるというかね、うん、比較的安くしっかり多く食べたいっていう子が多いから、確かに時間をあんまりかけないですね。そう自分の時間を作ろうっていう気がすごくやっぱり多くの女子プロたちが持ってるから、食事時間を短くして、うん、夜ゆっくりしようっていう感じの人が多いかな、うん、でも男子プロみたいだよね。今食い意地張ってますから、ね、美味しいものを食べて、はい、で、はぁ、もう食えまいっていうとこまで食べたら、やっと食べてから朝走るんでしょ。食べ過ぎたっつって朝走るんでしょ。すごいな、効率悪。はい、でもそうですね、牡蠣とかは、貝はあんまり食べないようにしますよ。ちょっと考えてるからね。生物だから気をつけてるの？それとも刺身系も食べる？刺身系食べます。食べるかい。いや意外とツアー中ね、あの生物お刺身系食べないプロ多いんだよね。多いですよね。多い。だからあのお寿司、刺身ってもう、試合の2日前までは食べてもいいけど、試合前日は食べないって人多いよね、うんうん、多くない？多い。誘うと来ないでしょ。生物あやめようよって言うでしょ。生物よく食べれるねとか。ああ私ね、これ自慢じゃないんですけどね、あのタイの水、うん、ちょっとあれだな、でもこれダメだ、カット。大丈夫だよ。結構汚いお水でも飲んでも全然下したことないです。なぜならお腹が強いからね。でもなんか初日のスコアが悪いと、うん、なんか次の日は、あ、じゃあその日の夜はなんか、え、これ企業目指していいのかな、ホットモットとかになります。お前はホットモットだって言われて、でっていう風になるんだ。そうという雰囲気になりますね。そう、予選通ると結構、はい、行くか今日はつって。でもしょうがないよね。まあでも本当にそれはでもね、はい、あのみんな視聴者の皆さん本当にそうなんですよ、うん、なかなかね予選落ちすると、そういう気分にもならないし、本当にだって収入ゼロになっちゃうわけですから、やっぱりこう急にね、ホットモットかってね。その気持ちもわかるよね。そう、でもそう、うん、そうですね、ホットモット美味しいですしね。何の宣伝。気持ちわかるよ、ね、はい、気持ちわかる。でも普段例えば夜とか、うん、例えばこうツアー選手とかだと仲のいいグループとかあるじゃない、うんうん、で夏希とかはこう誰かと一緒にご飯食べたりするとかある？あんまり、でもレギュラーに出れたのが最近なんであんまないですけど、うん、あの永井かなちゃんとかとは、うん、あの家族ぐるみっていうか、うん、で結構仲良くさせてもらってるんで、うん、一緒にご飯行ったりします。なるほどね。まあでもいつもね、あんまりいつも一緒に食べるっていう感じの、うん、まあもちろんそういう選手もみんなどうなんですかね。いやでもね、やっぱりあのずっと一緒にいるっていう選手は少ないかな最近、うん、やっぱりみんな自分の時間を大事にしたり、うん、なかなか難しいのはね、じゃあ例えば5人とかで一緒にいるときに、ある選手はすごくじゃあ成績が出てる、うん、ある選手は予選落ち続いてるってなったときに、やっぱりそのね、こう気を使っちゃったりするんだよね、うん、お互いに。だからやっぱりそういうのがあったりするから、うん、そういうのにツアーに慣れてくると自分一人だったり、ある程度そうじゃない、選手同士じゃなくてね、うんうん、仲間と一緒に動いてるような人が多いかな、やっぱ気使うじゃん、うん、確かに使うでしょ。確かにね、でしょ、使っちゃうよね、人間だからね。はい、いいと思います。まあまだね、まだツアーに出たてだから、そうです、あのこれからまだいろんなことがこう学んでいくと思うけれども、うん、まあね、
より成績が出るというか、よりこう自分の居場所というか居心地がいい時間の過ごし方ができるともっと成績上がるかもしれませんね。頑張って頑張ります。マカロン、はい、ありがとうございます。